以前鉄塔があったのかな。どうなんでしょう。マイナス3度のままだ、ずっと寒いんだな。ずっとだね。あ、御岳山ケーブルカー出てきた。ということで、プン山のおじさんの方ですけど、皆さんおはようございます。まずは観山寺駐車場から沢井駅の方に向かっていきます。今8時45分なので、次は9時6分です。次は西神前。無事青梅駅に到着しました。それでは出発します。青梅鉄道公園です。ちょっと第一休憩所ついたんで休みましょう。お、富士山、富士山見えてます。第二休憩所やってきます。第二休憩所です。本日は青梅丘陵と高水三山を歩いていこうと思います。プンさんはハードめな参考みたいですが、僕は写真を撮りながらゆっくり青梅丘陵と高水三山を歩いていきたいと思います。第3休憩所寄ってきます。第3休憩所みたいですね。眺めもいいですね。今こう歩いているとあまり体力に自信のない方やご年配の方などがたくさん歩かれてますね。適度な勾配の丘陵地なんで、とても歩きやすい道となっています。冬の晴れた日の気持ちのいい散歩という感じですね。こちら第4休憩所ですね。行ってみましょう。こちら第4休憩所です。景色良さそうですね。青梅市街が見えます。フランク長いですか？フランク長い。ああ、ここは昔の参考でプンさんと別れたとこですね。ちょうどこの辺りでプンさんと左右別れた記憶があります。青梅鉄道公園から矢倉台まではたくさんの方が歩いてたんですが、矢倉台を過ぎるともうほとんど人が歩いてきませんね。この道はトレランにも適しているんで、トレランの方は結構走られる方多いみたいですね。この辺りが確か40番鉄塔と呼ばれている辺りですかね。以前鉄塔があったのかな。どうなんでしょう。いやー、景色がいいですね。奥多摩を代表する山がいっ
見えますね。いやー気持ちいいね。ちょっと休憩してきます。プンさんはいろんなバーを食べますが、僕はシンプルにカロリーメイトです。物見山です。この辺りが唐海山山頂になるでしょうか。山城だったんですね。唐海山山頂はこっちでしたね。えい、はあ、雷電山山頂もう少しです。眺望は北側ですかね。北側だけ開けてます。それでは次はえのき峠に向けて出発します。えのき峠までは大した距離はありません。はい、えのき峠まで降りてきました。えのき峠です。ところどころ路面凍結してる箇所もあるようですね。注意が必要です。それでは戦畑駅方面に下っていきます。舗装路です。それではここの道が、高水山岩竹石山方向、高水山山ですねの方行く道なので、ここを曲がっていきたいと思います。歩道の脇には綺麗な川が流れてます。ここから登山道に入ります。写真撮ったり休憩したりとゆっくりしてたら何気に時間が押して、ゆっくり撮影している時間はなさそうなので、適度なペースで上がっていきます。はあ、疲れたね。疲れた。高水山の山頂到着しました、はい、次行きましょう。岩竹石山が見えてきました。あそこです。岩竹石山山頂目指します。それでは出発します。いやいいですね。ずっと見てられますけど、あいにく時間がないので急ぎます。総岳山ですね。到着しました。それではプンさんを真似て総括していきたいと思います。スタートは、青梅駅からですね、青梅丘陵を、えのき峠までぐーっと登ってきたんですけど、一つ一つのピークは決してきつくはなくて、負ける道も結構あるので、歩く距離と体力と相談して巻いたり巻かなかったりしながら歩いていくのがいいかと思います。僕も高水三山を登るのを決めてたので、登ったのもありますけど、全部は登ってなくて多少巻かせてもらいました。青梅丘陵を終えた時点で、まあ、あのえのき峠付近ですね、その辺りで疲れはだいぶあるんですけど、まだ余力がある感じなので、高水山山登ったんですけど、青梅丘陵を登った後の高水山へのアプローチですか、そこがそこそこな急登なんですね。青梅丘陵で歩いた疲れがそこでどっときますね。結構疲れました。高水山まで登っちゃえば、あとは岩竹石山総岳山はその勢いのまま登れる感じですね。
ただまあ皆さんお気づきの通りスタート時間が遅いので登山アプリとかで引いてみると9時間以上の行程となるんで、もう少し早く出た方のが安全だと思うので、僕をぜひ反面教師として、皆さんはこのコースを歩く場合はもう少し早めにスタートした方がいいかと思います。まあ、トレランとかする方にとっては僕より遅い時間からスタートしても全然走破できると思うので、まあスタート時間は皆さんが考えればいいと思います。この分岐は御嶽駅方向に向かいます。帰る場所は観山寺駐車場です。沢駅のそばです。ここは御嶽駅方面に向かいます。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。そしていつもコメントしてくれる皆さん、本当にありがとうございます。もしよろしければ高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。前回は賛否両論ある尾行動画をうわっと思われた方も多いと思いますが、個人的にはとっても楽しいので、またどこかの機会でプンさんが忘れた頃に、そして皆さんも忘れた頃にまた尾行していけたらいいなぁと思ってます。少し前に車のスペアキーの方を紛失してしまって、車のキーは僕しか持ってないので、プンさんが寒空の中駐車場で車を見つめながら待ってる可能性があるので、僕もプンさんより先に帰りたいんですが、急いで怪我をしたら本末転倒なので、慎重にマイペースで下山しています。全然関係ない話なんですが、プンさんはここ何年も運転してない、まあ、いわゆるペーパードライバーなんですが、若い頃は重捨てのマニュアルミッションを乗り回してました。それではここの分岐を沢井駅方面に向かいたいと思います。舗装された道に出てきましたね。こっちに進みます。葵神社です。今日は時間がないのでここで失礼します。尾行しないか、分かる、もしかしたらそういうことか、いや、ありえるよね、うん、分かる分かる。